えーどうも中の人です今ね緊急でというか万が一念のために動画をね残しておこうと思って撮っているんですが今日ね12月29日で最後の仕事の日仕事納めで明日から冬休みなんだけどお昼ぐらいに電話来ててその時見れなくてさで夜ね家帰って見てみたら法律事務所スマホにかかってきててこれ調べたんだよグーグルで。したら本当にある事務所でえっっと思って もちろん何にもしてないしなんかお金支えらってないとか一切何もないんだけど俺長野県に住んでんだけど他のね他県から電話がかかってきてて皆さんはそういう経験ありますか警察からとかこの法律事務所から間違い電話もし明日以降か,かかってくるようなことがあったら一旦ちょっと出てみてでちょっとまた動画にしようかなまあかかってこなかったら間違い電話だったらこの動画の続編はねないんですけど年末のさやっと休める冬休みだ っていう時にさ法律事務所から電話来たらもう何,ご何もなくてもおやましいことなくても普通になんか怖いわしかも年末年始12月28日から営業停止してますって書いてあったのに電話来たからね謎だよね